小名浜港は福島県岩木市小名浜にある福島県最大の港湾、港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。江戸時代より岩木平藩の年貢埋積執行があったが常磐炭港の発見により、商港として明治、大正から昭和初期にかけ整備され始め、重要港湾指定、新産業都市指定などを経て発展を続けていった。 小名浜港では2021年春から観光遊覧船、小名浜デイクルーズが就航することになった。1996年に建造された77トンの船で2020年3月に神奈川県横須賀市の運航会社から購入した船だが、かつては塩釜市や気仙沼市で渡し船に利用されていたこともある。小名浜港では過去には1992年から 海上遊覧船、岩きデイクルーズが就航していたが、2011年の東日本大震災や福島第一原子力発電所事故で休業となった。2012年から運航を再開させたが、利用客の減少や乗組員の高齢化により2019年9月に運航を終えた。岩きデイクルーズの運航終了後、国、福島県、市、地元企業などが、 研究会を作り遊覧船の新会社設立が決まった。1975年撮影の小名浜港周辺の空中写真。1975年撮影の13枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。東北地方太平洋沖地震後の小名浜港。ありがとうございます。